例えば車と家や街が電気をやり取りすることでエネルギーをもっと有効に利用したり、車が交通網や情報ネットワークとつながることで渋滞がなくなる日もやってくるでしょう。他にもどうぞ想像してみてください。車と人、車と社会がつながることで、そこには気軽に移動できる便利さだけではなく、今までにはなかった価値が生まれるのです。車は移動や物を運ぶための道具から、皆さんの生活をより豊かにするために欠かせないパートナーへと進化していきます。そのための取り組みがインテリジェントコミュニティなのです。日産インテリジェントモビリティはもう始まっています。2年前私たちは自動運転技術と冷蔵化技術によってもたらされる新たなモビリティへの挑戦を宣言しました。その答えとして世に送り出したのが高速道路同一車線自動運転技術プロパイロットや電気自動車の新しい形 e-power です。そして今日産インテリジェントモビリティの最先端技術を搭載した車を皆さんにお届けします。ニュー日産リーフ、この車から世界は大きく動き始めます。これまでの車の概念を変える次世代モビリティ、新型日産リーフ、新次元走行性能、最先端の自動運転技術プロパイロット、大容量